同僚の皆さん、こんばんは、翔です。ということで、2日続き、今回は翔のデレッシュ教室の、特別編でございます。はい。2日連続というか、もう3連休やっちゃおうかなって感じですかね。せっかくなんで、溜まってますし。ということで、本日も6つの、ご質問にお答えしていきたいというふうに思います。ということで、まあね、応募方法などは明日言います。明日最後の動画で言います。で、ちなみに明日はね、デレステ以外の質問、デレステに関するっていうか、アイマスに関する質問が多かったんで、ちょっとその辺、明日、答えていきたいというふうに思います。まあ今日はね、いつも通りのデレステに関する、ご質問の方、お答えさせていただきたいというふうに思います。じゃあ、行きましょう。最初の質問でございます。いつも動画楽しく見せてもらってます。ありがとうございます。こちらこそ。ライブグループアンコールでは、コンテクコでもイベポイントのため、マスプラ引いていたのです。引いた方がいいのでしょうか。今はコンテ10だんですけど、次イベ50だと思うので、なるほど。ということで、うん。石を砕くぐらいなら、その石を、ライフ回復、スタミナ回復使った方がいいでしょうし、はい。僕はアンコール引いてないです、僕は。ハイスコア取っちゃってから、ずっともう僕は、取ってないです。時間、ポイントがもったいないんで、アンコールで入る分のポイントと、三脚分やるポイント、三脚やるじゃないですか、普通に。の、あと、を3分の1にして、まあ、1曲分と、グルーブのアンコール1曲分を比べたとしても、まあ、そんなんですよね、アンコールやった方が、ポイントに関して言うと。だったら、石があるのであれば、もう完全にもう一回アンコールっていうか、まあ、その普通に3曲弾いちゃった方が絶対いいんですよ。で、石がない方に関しては、まあ、アンコールがね、要はタダで弾けるわけですから、まあ、そのアンコール弾いていただいてもいいんですけど、無理してマスプラ弾く必要はなく、マスターでいいと思います。なんで、まあ、そこは無理せず、コンテするほど石もったいないんで、やっぱり。そこはマスターでいいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、次の質問いきましょう。はい。イベントポイントでポイントを稼ぐとき、マスターをずっとやった方がいいのですか、それとも簡単なレベルで稼いだ方がいいのですか。ありがとうございます。まあ、マスターですね。はい、基本は。やっぱりこれはマスターなんですけれども、まあ、もしマスターが無理なのであれば、まあ、例えばコンテしちゃうぐらい、コンテは絶対しないと厳しいよって方は、プロで大丈夫だと思います。はい。自分だったレベルでいいと思います。僕も最初のグルーはプロで周回しました。はい。という感じで、自分だったレベルでいいと思います。はい。行きましょう。次の質問行きましょう。半年ぐらい前からデレステを始めてから、翔さんの動画でいろいろ勉強させてもらってみて、こちらこそありがとうございます。ポテンシャル解放のアイテムや消費量すごく、で、すぐアイテムなくなってしまうんですが、効率にいい方法とかってありますでしょうか。ありがとうございます。こちらはですね、多分別途僕動画出したと思うんですけれども、多分ティアラとかすぐ枯渇しちゃうと思うんですけれども、僕も今ね、ネックレス、イヤリング、すぐ枯渇してるんですけど、まあ、これに関しては正直曜日ボーナスの日に、ガンガンその曜日の曲を、その曜日ボーナスの属性曲を弾いた方がいいです。はい。例えば金曜日だったらパッションなんですよ。だからパッションの曲をいっぱい弾くと、まあ、結構やっぱティアラだったりだとかそういうの落ちますし、まあ、曜日ボーナスを狙って弾くといいと思います。本当にね、それしかないですよ、このところ。あとはコインで交換するしかないんで、これはね、なんとかしてほしい、本当に。消費量が激しすぎるからもっと落ちてほしいっていうのは僕もね、ちょっとね、懇願してるところでですね、ポテンシャル解放、基本、非常に大変です。はい。ということで、ありがとうございました。次の質問いきましょう。はい。ポテンシャル解放の上げ方がわかりません。理想はすべてマックスに上げることだと思いますが、なかなか上げられません。この時、どのようにバランスよくアピリチを上げればいいでしょうか。それとも、どれか特化させればよいでしょうか。回答お願いします。ありがとうございます。ということで、これはポテンシャル解放の上げ方っていうのは、まあ、こちらですね。アイドルの画面いただいて、このポテンシャル解放って押せば、まあ、基本的にできるんですけれども、まあ僕も上がほとんどなっちゃってるんで、例えばもう、ちょっと僕もミフニャンがね、ないんで、あれが、ティアルとかがちょっと足りてないんで、できないんですけど、ここの画面行っていただいて、プロデュースポイントっていうのが、まあ右端にあると思うんですけど、まあ、これが解放されていること、まあ今25はできるけど、24分できてるよってことで、あと1できるわけなんですよ。だから1上げるんだったら、例えばここだったりとか、まあ、僕は今ペンダント足りてないんでできないんですけれども、まあ、こうやってね、特訓アイテムを使って、上限値を上げる感じでございますと。なので、基本的には、まあ、自分が、まあ、とりあえずただファン数を上げないと、例えば、今、僕、ミクニャは、まあ、500万なんですけれども、例えば、まあ、イクミさんとかだと、例えば、プロデュースポイント今、ゼロなんですよ。
だからポテンシャル解放できないみたいな。だからファン数上げないと基本的にあのポテンシャル解放できないんで、まずファン数上げてください。ファン数はライブやってると、ゲットできますので、ファン数を上げてください。そしてから、まあ特化アイテムを使ってやることができますという感じでございますので、なんで俺里見さん一人なんだろうまあ、ということで、ぜひ、そんな感じでですね、やってみるのはいかがでしょうかという感じですかね。まずポテンシャル解放絶対必要になってきます。今の時代。なんで、ポテンシャル解放頑張ってください。ということでございます。ありがとうございました。ラストの質問いきましょう。デレステで、これといって担当がないまま、そこの月日が経ちました。もともと会えますというゲーム、ということで、ゲームを始めてしまいました。そこでいろいろあると思うんですが、何を基準に担当を決められていますでしょうか。ありがとうございます。まあまあこれちょっとデレステじゃなかったんですけど、ちょっとまあ気になってる方も結構多いかなと思ったんで、ちょっと今回ね、ちょっと無理やりではないですけど、まあ、今回の会議入れたんですけれども、僕はですね、担当を決めた、まあ、渋谷凛、まあ、が僕の担当なんですけど、凛に決めた理由としては、やっぱり自分と似てるからってところで、やっぱり性格とかいろいろ見て、性格だったり、まあ、性格じゃないかなと僕は思ってるんですよね。性格だったり、その子の、なんか、ライフワークっていうか、その生き方であったりだとかっていうのに共感できたりとか、で、担当選んでる人が多いんじゃないかなって思ったりだとか、まあ、あとは、まあ、第一印象であったりだとか、まあ、ビビッときたとか、この子だっていう、直感であったりだとかっていう感じで、皆さん基本的には担当選んでる感じではありますし、まあ後々担当決めてらっしゃる方は、例えば今ね、そのいろんなアイドルを見て、あ、この子いいなって思った子を、なんかどんどんそのね、まあ今ネットで見れますから、どんな感じでこの子が、その今までこの5年間、アイマスシンデレラガールズのコンテンツをこの5年間どう過ごしていったんだろうなっていう、そのね、筋道が見えるんで、まあ、それを見て、なんか共感できたものとか、あ、いいなって思ったものが担当なんじゃないかなとは思ってます。まあ、僕もアイコと、まあ、副担当でアイコと、まあ、ゆかり以上いますけど、まあ、二人ともちょっとリンに似てる部分、頑張り屋な部分がやっぱあるんで、まあ、そこも僕は副担当で二人とも選んだところ、まあ、あとは、まあ、ね、まあ、可愛いなと思ったところもあるんですけど、特に可愛いなと思って、二人とも副担当なんですけど、まあ、リンが、まあ、リンから担当変わることは僕はないですね、基本的に。はい。リンが、やっぱり僕の、やっぱりメイン担当だって、であることは、まあ、もうね、まあ、いずれとして変わることはないので、はい。まあ、リンが多分僕の自分の性格となんか一番近いところであって、応援したいなってところにはなってくるので、まあ、応援したいなってところですかね。はい。って感じでございます。はい。以上が、今回の、はい。まあね、この絵。本当にこのストーリーの絵、綺麗。はい、ということで、今回のデレステ教室は以上となっております。明日、特別編最終日でございますので、ぜひ明日の動画もチェックしていただければ、非常にありがたいと思います。この動画が良かったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。まだツイッターの方もやってるので、ツイッターの方のフォローよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。